ダニエル・キャンベルは、スコットランド、グラスゴーの商人、庶民委員議員、アイラト時ジヌシ、そのチョークと、裕福さから大ダニエルと、あだなされた、スキップニッシュのウォルター・ギャンベルの長男として誕生した。英国人名辞典によれば、多くの文献で彼を1696年に、生まれて1777年に没した人物として、扱っているがこれは誤りで、前者は彼の息子。 ジョンの青年、後者は彼の孫、ダニエルの没年であるとしている。キャンベルはやがて商人として成功して、1707年には、ジョン・ハミルトン卿より、ショーフィールドの土地を購入している。また、ホーリータウン近郊のウッドホールにも、辞書を得た。アーガイル公爵家と関係が深かったことから、1702年に、スコットランド議会議員として初当選。 1707年の合同までその議席を占めた。また、キャンベルは合同条約に調印した委員の一人だった。合同後も引き続いて翌年まで、グレートブリテン議会庶民委員に在籍したほか、1716年から1734年に、かけてもクライドバラ選挙区選出の庶民委員議員を務めている。1711年に、グラスゴーにおけるタウンハウスとして、 ショーフィールド邸を建てた。キャンベルが購入したアイラ島。ラフロイグ上流所島を多くの上流所がの木を貫ねる。グラスゴーで暴動が発生したことを知らせる。キャンベルの友人からの手紙。スコットランドにおけるウイスキーとビール用の爆買いの増税審議時、スコットランド出身のキャンベルは賛成票を投じた。この増税により、スコットランド国民による反対暴動が発生。 各都市にその騒ぎは波及した。この爆画税暴動時に賛成票を投じたキャンベルの邸宅にボートが集まって略奪、破壊の限りを尽くした。そのため、キャンベルは暴動収束後にグラスゴーシから保証金として9000ポンドを受け取った。彼はこれを元手にヘブリディーズ諸島に浮かぶアイラ島12000ポンドで購入している。彼の購入した同東は スコッチウィスキーの上流所が立ち並ぶ島として知られている。1727年総選挙に敗北した後、反対があったものの、議会顧問として1734年まで庶民院に在籍した。1734年以降は公職に参加せず、エディンバラに住んだという。1753年に82歳で亡くなった。マーガレット・レ・キーと結婚して、 三男三女を設けた。その後、キャサリン・アースキンと再婚して、一人娘を設けている。同選挙区は、彼が商人として活動したグラスゴー氏を含む選挙区。ありがとうございます。